Thank you.
聞こえない。聞こえないよ。はい、皆様、かすみフラワーエンジェルコンサートボリューム8新御三家トリビュートライブへようこそおいでくださいました。ありがとうございます。ね、お天気にも恵まれまして、今日車で来たんですけれども、ツツジのお花がきれいにたくさん咲いていました。なんて日本って平和なんだろうって私思いました。本当に同じ人間として生まれて、命をね必死に今守っている方もいれば、こうやって日本人である私たち楽しくこんな時間を過ごせることができて、なんて幸せな国に生まれてきたんだろうとつくづく思いながら、ツツジをめでながらやってまいりました。だからね、今日は皆さん普段の嫌なこともすべて忘れて、この時間は思いっきり童心に戻って楽しんでください。よろしくお願いいたします。皆様が主役だからね、よろしくね。私はそれをお手伝いをしますということで、前半はちょっとオリジナルもね一応歌わないとと思って、オリジナル曲とちょぴっとご三家のバラードを歌って、そしてこの指輪を配って、もう早速皆さん付け方ご存知で、ここね裏をこうやって押すとこうやって光るんですよ。指輪の裏に白いポチがあってね、ちょっと暗いから分かんない、そこを押すとこうやって光るんで、そう後ろの方の方はちょっと暗くて見えないんで、これでね応援アピールをねありがとう、みんな振ってるありがとうございます。皆さん応援してください。じゃあ今日の大切なメンバー紹介にしたいと思います。ではメンバー、西城秀樹バンドより大久保春信もんちゃんです。どうも、どうも、でかい、俺のぼっちゃん疑問系ぼっちゃん今日はね、バンバスのぼっちゃんから皆さんを紹介していただきたいと思います。はい、ですね、去年の暮れに、このコンサートをですね、かすみから、ちょっと新御三家をやってみたいというとね、そのお話をもらったので、だったら新御三家に関わるメンバーを集めたら面白くないということで、今日、皆さんにお集まりいただきました。まずちょっと年功序列でね、先輩から紹介したいと思います。85年ぐらいですねに、英樹さんの、アジアツアー北京、広州、香港回ったんですけど、その時、にベースをやっていただきました、関正雄さんです。おはようございます。実は昨日も別のライブで一緒だったんです関正雄さんです。よろしくお願いします。そしてですね、ドラムスは、現役、65号3番のから、そしてからね、まあ以前は、郷ひろみさんとやってました。初めて会った時もう40年ぐらい前になりますけど、何かのオーディションで僕が行って、彼が、そのオーディションでドラム叩きながら審査員やって、見事僕を落とした後です。同じ名字です、大久保敦夫。親戚じゃないんだよね。親戚でも何でもないんですけど、最近よく一緒にやってもらってます。ありがとうございます。そしてですね、最初は郷ひろみさんの、ギターを誰かってことで、最初は別のギター、郷ひろみさんのバンドのギターの人を頼もうと思って聞いたら、今日からひろみさんのツアーが始まるってことで、できないって言われたんで、誰かいないかって言ったら、ちょうどですね、今月4月、3日と先週の木曜日にですね、西城秀樹のフィルムコンサートで、神奈川県民ホールと大阪オリックスホールで、ライブをやったんですけど、
今回それで、急遽抜擢されました、ギター渡辺淳。どうしようなバンジョーで。どうしてバンジョーなの。あんた愛してるよ。愛してる。バンジョーっぽい。どうしてバンジョー。中学校の時あだ名がバンジョーだった。バンジョーだったの。いや全然その気の弱い。すごくいい子なの。いい子なの。そう全然ね、その今回もね、あの秀樹さんの方は僕が誘ったわけでもなく偶然で、彼は今僕が夜な夜なやってますギガバーってところでも一緒にやってます、ぜひ、ギガバーの2000戦でね、じゃあ後でね、ゆっくりね、いろんな裏話とか聞きたいよね、皆さんね、聞きたいよね。一部なんですけど、まあ、ジャブ的な感じで、御三家のメドレーを、あ、メドレーじゃない、バラードをちょっと一部では歌ってみたいと思います。ファンクラブのシングル曲の投票がありまして、で、私今日選んだのは、秀樹さんは抱きしめてジルバー、そしてゴイロフさんは言えないよ、で、野口五郎さんは私鉄沿線を選曲したんですけれども、偶然そのファンクラブの投票を調べましたら、残念ながら抱きしめてジルバは18位だったんですよ。秀樹さんの1位はやっぱりブルースカイブルーだったんですね。そう、そこをちょっとミスっちゃったんですけど、でなんとひろみさんの1位は言えないよだったの。偶然選んで、でまあ当然五郎さんは私鉄沿線が1位ですよね。ということで、じゃあこの3曲を続けてお届けしたいと思います。Thank you.
取られた。紹介します、加賀山雄三さんです。どうも、ありがとうございます。雄三ちゃん、実は違う方が今日本当は歌うはずだったんですが、ちょっとトラブルがありまして、急遽昨日ピンチヒッターでね、お願いして、だから大変だったね、いろいろ覚えなきゃ、一晩で覚えなきゃいけないんで ね、 ね、すいません、でも助かりました。じゃあどうしましょう、お帰りになります、あ、まだいらっしゃいます、ね、ダウンタウンっていう歌を一緒に歌っていただいてもいいですか。さようなら。あ、帰るんですね。あ、そうですか。はい、SP やってます。はい、わかりました。はい、何だったんでしょう。ですね、じゃあ続いての曲は私のもうちょっとオリジナル曲を聴いていただきたいと思います。今日もいらしてくださっています、脚本家作家の柏田道夫先生が応援にいらしてくださっています。ありがとうございます。柏田先生は武士の家計簿とか映画のね、武士の料理長とか、とても有名な二宮金次郎、とか、そういう映画の脚本をなさっていて、はい、とても有名な方であります。そんな先生が霞にいつも作詞を提供してくださって、で今回も風の名前を教えてという曲を作詞をくださいまして、でそれを読んだ時に、実は私にたくさんの愛と優しさをくれていた大切な方がその時にちょうど天に召されてしまって、でその先生にいただいた詩を読んでいたら、なんか風に乗せてこの悲しい思いとかありがとうっていう思いとかを天国に伝えられたらいいなと思って、そんなイメージで曲をつけさせていただいて、で歌詞に一言だけつけさせていただいたのは、天に届けっていう歌詞をちょっとだけ付け足しさせていただいて、で作りました。では聴いてください、風の名前を教えて。
Downtown.
緒にお写真を撮りたいので、あの逆でアップしていただいて、でメンバー前に出てきてください。すいません、ちょっとご協力をお願いいたします。皆さん、このカメラのレンズが見える位置に行っていただいて、後ろの方の方たちは無駄に無駄にいいですね、最高でございます。はいはい、役一名、その柱の方、そうですそうです、行きましょう、すいません、じゃあ行きます。サンセットになります。無駄に騒ぎましょう、せーので、お願いいたします。